いたします。よろしく、はい、ではまずご主人様からお通しの名前どうぞ。ブッセ・ベリルンドと申します。46歳です。ブッセさんでございます。はい、よしこです。よしこ様49歳です。49歳でございますが、はい、このブッセさんはもうテレビでも私拝見させていただきましたですよ。あのお国どちらでございましたですか。スウェーデンです。そう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 、スウェーデンでございまして、まあスウェーデンというと性教育の進んでいるところっていうような、はいはいはい、私らの感じでございましょう。でなんかそれをご紹介しておられましたです、テレビで、はい、そういうお仕事なんでございますか。いえいえ、あのたまたまあの頼まれまして、いろいろとまあ話をさせていただきましたけれど。仕事は何ですか。技術翻訳です。技術翻訳。奥さん、技術翻訳というとどんなもんですか。カタログの翻訳をしております。はあ、はい、このご主人とはどちらで知られたんですか。奥さんはオランダ、私はオランダにおりまして、うん、スペインに旅行に参りまして、その時に出会いました。はあ、オランダにいらっしゃって、はい、お若い頃、はい、あその時はご主人はどんな仕事なさってたスペインでですか。ああ、仕事は全然一人、まあ、あの皿洗いとかですね、もうポン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 、いろんなアルバイト、フリーアルバイト、そうですそうです、ね、はい、そうでございます。言葉を勉強しながらですね、はい、それで日本へ来られて、そのお仕事なさってどれぐらいですか。日本へ来られて21、2年ぐらいでしょうか。はい、ですね、この流暢な日本語から、はい、それが伺い知ることができます。非常にこのお上手な日本語と、また低い英語声でございますね。奥さんやっぱ声がいいですね、ご主人の声は素敵です ね、 声は顔はダメだと言いたいんでしょ。いやいや、昔の俳優さんでデビッド・ニーブンみたいな雰囲気でね、なんかあのジェントルマンですね。ジェントルマンでございますね。で、悩みはどちらでございますか。はい、私でございます。どのような、はい、あの翻訳家ですが、あの技術とかそういう機械関係を翻訳してるのに、うん、実際にはあの機械にとっても弱いんです。ですからどうしたら良いのでしょうか。まあねえ、そういうようなことでございますが、うん、翻訳ではやっておられてもそんなもんですよ、ね、どんな風に弱いんですか。あの最近あるテレビの番組に出まして、それを録画いたしまして、あのあれですね、あの性教育の朝やっておられたやつですよね。テレビ局がちょっと違うんですけども、それであの子供たちが今スウェーデンにおりますから、それ送ってあげようと、それであの彼にダビングを頼んだんですよ。そしたら元 の、 番あの テープをダメにしてしまった。あらで、技術は一生懸命翻訳なさるんですけども、それは何なんですかご主人。だいたい面倒くさがり屋なんですね。あのこう言えばよろしいでしょうか。例えばあの落語を一席して、お宅にお帰りになりますとね、まさか自宅でもう一回落語をやることはないと思いますね。全くないですね、それは ね、 そうね。私もやはり同じような気持ちで、仕事が終わったら終わったんで、もう帰りは全部女房任せであった方がよろしいじゃないかと思います。ご主人のおっしゃる意味がよくわかりますわかりやすい例えじゃありませんか。でもわかります、わかります。ということは、そうそうそう、家に帰ってその機械いじるときに、うん、説明書をわざわざ読むのがもう面倒くさいっていうことですね。非常に面倒くさいですね。はい、これはもう、そう、分かりますね。本職の方はそんなんでございますね。医者の不養生とかね、荒野の白馬鹿馬とかいう言葉がありますけども、はい、そんなもんでね、邪魔くさがって、ちょっとそういう風なにはできない。他にはどんな風に機械に弱いんですか。あの、昔パソコンが出た当初、あの、ある友人から高額であの譲り受けたんです。うん、そしたら全然使わずにそのまま置いてあって、で今はもう古くなっちゃって、お金を足しても誰ももらい手がない、もうああいうパソコンというのは次から次から新しい機種が出てきますからね、もう本当にね、いつ買っていいのかわからんぐらいね、どんどん機種が出てきますし、いやもうご主人はそれもほったらかして、そうです。はで最近またあの一番新しいのを買ったんです、はい、あららら、でもそれは全く荷造りのまんま開けてないんですか。じゃあ置いてあるんです。
まあ、買ったコンピューター家に置いてあるものなんですけれども、それを買った時に、まあ、大体同時にですね、会社で、新しいコンピューターをですね、導入したわけなんですけれども、そのコンピューターのその性能はもう抜群にいいわけなんですね。ですからこのちょっと古い型をですね、使うのが面倒くさくなりました。あ、バカバカしいと言いますかね。あのズボンなんかをね、あの、うん、6本ぐらいポッと買ってきちゃうんです。こういうあのパンツを 6本ぐらい、いっぺんに、いいなと思ったらもう、あのあんまり詳しくこう調べないで買ってきちゃって、うん、結局は1本使って、あとはそのどうしてですか。それはその中で気に入ったのが1本しかなくって、ねえ、どうして、聞いて、それどうして、やはり面倒くさがりやからでしょうね。それでもうだから面倒くさいって、あのお尻にこう6本こう変わってきた順番に入っていきゃいいんじゃないですか。そうですよ。まあ それはそうでしょうね。ただ、あのこれをまあデパート行くのもまたあの大変苦手なもんで、ですからせっかく行った時にはバーンと買ってしまうんですが、家に持って帰るとですね、あのそれまでに持っていったシャツだとかそういったものがですね、どっちかというとよく見るとこのズボンにしか合わないというのがあるわけですね。あ、今まで持ってたら見るといっぺんに買ったもののこのズボンしか合わないなということになるわけですか。それはちょっと機械に弱いのとまたちょっと違う話だね。機械に弱いっていうのとはちょっと別なんですけど、翻訳家なので言葉に非常にうるさいもんで、私があのスウェーデンで出産するときに、あの文法がなってないと言うんです。非常にあの苦しかったらしくですね、出産の時に、36時間ぐらいかかったそうなんですけれども、でスウェーデンではあの立ち会いが可能なんですね、昔から。で立ち会ったのはいいけれども、この人が助けてと、あのまあスウェーデン語で言えばイエルプというわけなんですけれども、ヘルプのスウェーデン版がイエルプ言うんです。そうです。ところがイエルパーというから、あのお前の文法悪いんだぞとこうついこう出たわけなんですね。苦しんでらっしゃる時でしょ。ということはご主人の生活はきちっとされているような感じはするんですけども、はい、先ほどから聞いてるとなんかこうちょっと邪魔くさがりだと、性格がよくつかめませんですね。なんかほら監督どうしたらよいでしょうか。ご主人の性格はね、全くよくつかめますね。あ、そうですか。私とそっくりですね。例えばね、私で、あのね、私まあ一応映画を撮りますね。で、家帰ってね、まあ子供がビデオを買って持ってますよね。そしたらなんかでやっぱり女房が、ちょっとパパ、撮ってよ。もう絶対撮りませんから。うちでビデオの美の字ももう手に触ったことがある。あのカメラとかあんな、こんな持ったことない。持ったことない。それから洋服のことも、僕は背広を仕立てるとき必ず2つ仕立てるんです。それで、どっちかは似合うけどもどっちかは似合わない。似合わない方は僕捨てるんです。つまりそのぐらいね、ご主人もね、あのきちんと、あのとにかく自分の思う通りにならないと嫌なんですよ、だから言えるパでは嫌なんですよ、言えるプでないと嫌、だからご主人の気持ちは僕は大変わかる、だけど、ただし僕ご主人もね、やっぱり自分はきちんとしてよろしいけども、奥さんがやっぱりね、あの言えるパでもね、これはやっぱ我慢しなきゃしょうがないです。私なんかそんなこと言ったらもうあの女房と一日も一緒にいられないですよ。全部それは我慢して、自分のことは自分でわがままをすると、しかし女房が言えるファでもね、これはよろしい、そういうふうにやって、そういうふうにやっていただきたいと思います。そうそう、気になっても目をつむらなければいけないということでございます。しかしどんどん物を捨てる、まあ、それもいいでしょうけどね、もったいないような気分。そうですよ。しかしあの今の世の中もったいない言うとったらもう、もういっぱいになりますからね。それだけ物が氾濫しておりましてね、あの7日間あの使わなかったら返しても平気だっていう、そういうシステムがあるんですね。あるんですよ、あの通信販売で買っても。だそういう時にはあの使いそうもないなと思ったらご主人に話して、これもうちょっと後にしないって引き取っていただくっていうのが一番いいのじゃないかな。その7日間を私は7年間ぐらいにしていただきたい。特にコンピューターの場合ですね。嫌なんだ。そういう、ね、システムはあるんですね。それからあの言葉とか、それからお産の時にそういう文法とか、そういうことを今おっしゃってるけど、日本の今の若い人たちの文法を考えたらね、本当にね、どうしようかと思うぐらいね、間違ってることいっぱいあるんですよ。だからそういうことを考えたら何もできなくなっちゃうし、例えば東京の方がね、九州の奥さんもらって、そして文ベースに入った時に、いたかって言った時、お前いたかじゃない、いたいだって言ったら、ちょっとこれ困ると思うので、ぜひあの言葉はね、私もあの英語も
少し喋れるけどめちゃくちゃな英語だったりするんで、なるべくそういうことを多めに見ていただきたいな。わかりました。生島先生、私は機械がダメで、かみさんに全部説明書を出してですね、全部説明してもらって、ちょっとビデオ撮っといてくれよとかね、あと例えばあの家の中でですね、なんか壊れたりなんかすると、私がですね、はいはい、ノコギリ、はい、あ、金槌とかって渡すんですよ。あ、かみさんはこんとこ、ゆうこさんやってんの？ゆうこが全部やるんです。そういう具合になってる。ですからやっぱり文化系の大体こう頭がね、どちらかというと理科系は多分ダメだと思うんです。それも私も同じなんですよ。まあ、これ全部こう全知全能万能の人はいませんので、そういう意味ではやっぱりお互いこうね、文化系の人はまあ文化系の良さがありますので、そこはやっぱ今度ご主人、あ、奥様がですね、うまくフォローしてあげて、でこううまく幸せな国際結婚と。素敵なカップルだもの。幸せな国際カップルでもう二十何年一緒に暮らせます。結構でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you。パパ、目の若さにはビタミンよ。恐れ入ります。目の若さにはビタミン目薬。ロート V40。目の若さにはビタミンよ。目の若さにはビタミン目薬。ロート V40。 ところであなたのご主人のトール様はお家ではどうなんでございますか？機械類とかそういうのは弱いですよ。ビデオとかそれからオーディオとかいろいろありますよね。いろんな、もう最新式のものは全部揃えたい方なんですよ。ミニコンポとかいろいろそうなんじゃないですか。でも絶対説明書読まないです。だいたい見た感じでやってますね。雰囲気でやっちゃうわけでございますね。でこの前やっぱりあのパソコン買いました。はあはあ、先ほどの話じゃないですけど、こうなんです。説明書はあれを何日もかけてまだ読み上がってます。あ、まだ読み上がってます。私割と説明書読むの好きなんです。何でも説明書から始まるんです。偉いな、うん、できるんですか？そして割と好きですね。あ、私なんかでもこう読み始めるんですけどもね、ああいうのは子供の方が覚えるのは早いんでございますね。ほんでビデオやりかけたらもう子供の方がお父さん違う違う、おい、ちゃ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 、子供にね先やられると腹が立ちましたね。この頃の技術がものすごい進歩しすぎてね、そうなんです、ついていけませんですね、本当に。コマーシャル。皆さん、お出かけ前の白髪隠しパオンタッチネスに新製品、なんとお得用のビッグが出ました。タッチネスビッグ、櫛付きブラシの幅が広くなってとっても使いやすく、こんな白髪も簡単。皆さん、10歳は若く見えますよ。一家に1本タッチネスビッグ。日豪ホリデークラブはゴルフにスキーにオールシーズン楽しめるゴルフ&スキー。日豪ホリデークラブ。さあ、それでは最後の国際カップルでございます。どうぞ。出るほど。しかし、まあ、奥様のスッと背がお高くてですね、そんな高い靴履いておられませんけどね。そうです、はい、ご主人より随分こうね、背はお高くて綺麗な方でございますね。よう、まあこのね。何が言いたいかなんか分かっちゃったけど。ご主人様から落としたのか。何をした。ニノサトル、44歳、渋谷区から来ました。44歳、そうです。若く見えますな。ありがとうございます。そうですか。で、奥様。忘れちゃった。名前は。マリニノです。マリニノさん。はい。どちらのお国でございますか。アメリカです。アメリカはどちらでございます。ナイアガラの滝の近く。あれは何州なんですか。ニューヨーク州。ナイアガラの滝の近くで。いいですね。私もミノの滝の近くです。えらい違いですよ。
ねえ、もう思いっきりがっくりきちゃった。滝は滝じゃないですか。そうですけど、ナイアガラの滝したら、うわー。幕府と言いますよね。ダーこの箕面の滝もあの辺鹿がいたりしてね、名所でございますけどもね。しかし綺麗な奥様、ご主人と奥様どこでお知り合いになられたんでございますか。パリで。パリで。はい、初めて会った時というか顔を見た時に、そういう素敵な人だなとか話してみたいなとか、そういうの全然なくて。なかったでしょう。いやいやいや、もちろん。もちろん、あの、なんかそれをみんな飛んじゃって、あの人のお嫁さんになるんだってこう、全然どこの人かも、何をしてるかも、もうすでに30いくつでしたから、すでに結婚している可能性もありましたけども、実はでもまだ独身で、もう諦めてましたから、私は。一生独身かなと思ってね。諦めてたのに、こんな綺麗な嫁さんが。わからんもんね。また奥さんもどっかからなんとなく声が聞こえたんですか。本当に足がなんかこうゴムになっちゃうような、本当椅子をこう、探すような、はあ、はあ、ご主人にとっては万馬券を生きながらな悩みは、あ、一応私の方、ね、どうぞ。はい、どうぞ。あの、時々彼がなんか私がこう日本人だと思ってちゃうというか、話し方が曖昧というか、まあ日本語自体がちょっと曖昧なのか、曖昧、まあ曖昧時代なんて言われますけども、大体日本語の特色というと曖昧なとこありますわね、はい、それが、うん、外人の方は割ときちっとしておられますけど、どの辺がどう曖昧なんでございましょう。例えばですね、うん、あの3歳の娘がいるんですけども、 お嬢さん、あ、可愛いでしょうな、お嬢さん、いや私に似てますから。あ、可愛いですよ。いや、息子の方が彼に似てる。で、あの、子供が鬼会でなんか寝てるかどうしてるか思った時に彼に声をかけて、子供はどうしてるのって、寝てるよ、子供はどうしてるのって言ったら、うん、で、彼が寝てるよって言ったら自分が安心してお風呂に入ったりして、で、実は寝ているっていうのは英語ですとか、She's sleeping だったらもう本当にね、はい、でも日本語の場合は、ね、横になってても実は起きていたって分かりますか。だから、はい、分かります。安心してお風呂に入ったりして、上がった時に子供だけがうろうろしてて、お父さんどうしてるのって、お父さん2階で寝てるよ。後でね、寝かしてくださいって言ったのに、だってあなたあの時に寝てるって言ったでしょって、いや、だから寝てるけどもそれは起きて寝てたっていう。そうするとですね、最近だったらね、どうしてんのって言うと、うん、寝てるよとかね、寝てるけど起きてるとかね、ややこしいですね、これややこしいですね。あ、この辺人種の疎通がね、やっぱりこう国際結婚というのは難しい問題がありますね。他にはもういろいろ、あの、この間家のドアがうまく閉まらない時に、あ、ドアが閉まらなかったわけですか、はい、で彼にあのちょっと手伝ってって言ったら、うんうん、そのあのドアが壊れてるからって、で閉まらないから、ドアがなかなか閉まらないわけですね。そうそうそう、で彼が、あ、もうあかんかって言って、うん、で私が、あ、もうあかんか、そのご主人関西弁なんで、私大阪ですから、あ、もう壊れたからあかんかって言ってるんで、ね、大阪ではダメなことはあかんわと、だからね、いや、あの、開いてんのよって言うんですよ。だから開いてんだけども閉まらないとか、いや、そうか、まあそれはあかんなってね、閉まるのが問題だって。あ、だからもうそれは奥さんにしたらなかなか閉まらないから、これ閉まらないのよ、あー、あかんかい、いや、開いてるのよ、面白い、面白かった、そうですね、悩みなんですよね。この間、あの、パーティーに行くとき、彼が7時に行くって言って、で私は、うん、7時に家を出ればいいと思って、あー、パーティーに行くことになってたわけですね、うん、で、どうなのって言って、いや、7時に行くからってこう言ったわけでね、うん、ああ、で、本当は7時に着いてなきゃいけなかった。7時に行くということは、向こうへ7時に行くということで、お、7時に行くからなというのは、7時に向こう行くということでね、で、それがまあ、あの、パーティーが7時だと思っちゃって、それで遅れて、で、怒られまして、それでね、私がね、もう君はね、もういつも遅刻するから気をつけてくれってこう言うわけですよ、そうするとね、
日本語でいつもというのはそれは 100% のことじゃないですかって言われるわけです今度ね。いつもということはいつもということですね。そう言いますね。いや、うん、日本の場合は大体遅れてるといういつもという、いやでもいつもというのは 100% であって私は 100% 遅れないからそれはいつもという言葉じゃないんじゃないですかなんて言われるとね、それまで怒って一生懸命怒ってるのにあれ言語学上これはどうなのあるかななんてね、反対に反省させられたりします。なるほどなるほど。まあそういうのはありますよ ね、まあ、子供なんかでもそうですよ。割とこうきちっとしてないとそういうの起こりますからね。今度連れてったるでも今度はいつやれとこういうね、あとは本当に完璧に近いんですか、ね、まあ他はいいご主人なんでしょうけども、うん、そういう言葉の問題、これは言葉って難しいですよ。難しいです、はい、今話があったらいつもいつもっていうのはね、私の母はね、賢い女だったんだよ。やっぱりだんだん年取ってちょっとこうせっかちになってね、よくあの家族を叱るんですよ。僕がいて妻がいて子供がいるでしょ、うん、そうね、もうあんたらもうみんないつもいつもって言うんだよね。で僕まで怒られるわけ、で僕はその時何にもミスをしてないわけ、その時にまずあんたらって言うんだな、みんなにしちゃう。それからね、毎その時だけやってもいつもいつも必ず出るんだよこれ。だから本当にその奥さんがねやっぱりねちょっと引っかかるの分かるの、だからでもねご主人ね、あなたパリ行ったね、国際人でしょ、うん、やっぱり奥さんに何か言うときはね、まず英語で発想して言ったらどうですか、うん、だから7時になんて曖昧な言葉言ったらいかんので、うん、7時にスタートなのか7時に着くのかっていうのをね、はい、必ずやっぱり言うべきだと思うんだな。そうですね、うん、ついついね日本語が非常に上手くなりましたんでね、うん、昔はねフランス語で話したりとかね、うん、してたんですけどね、うん、もう今日本語上手いですからね、うん、ついついもう日本に同じようにでもやっぱりね、あの英語で発想してね言ってあげてほしいと思うな。これはね僕ら日本人にとって大事なことなんだよね。ですから最近はね、もう喧嘩するのはフランス語なんです、うん、あ中立国の言葉で、ね、うん、どちらにとっても外国語だから第二外国語でやるわけですよ。日本語だと必ず負けます、うん、負けるから英語だと絶対負けますから、ね、英語だったら負けるから全然負けますから、しかしそんだけの言葉が喋れるだけよろしい。そうですね、もう一つの文化ですからね、ぜひ本当にフランス語でやややとかやってね、日本語変わってきましたですね、本当に素晴らしいですね、ね、はい、はい、あのうちなんかでもそうなんですけれども、うん、主人が帰ってきてちょっと片付いてない、うん、なんだ片付いてないじゃないかって言われた時に、うん、私だって忙しかったんだもんって言ってしまったらこれ喧嘩なんですよ、うん、だけどあごめんね今日忙しかったからっていうふうにごめんねとか、うん、あどうもありがとうとかすいませんっていう言葉をいつもこう頭の中にイメージして話をすると、うん、なんかこう柔らかくなると思うんですね。だからあの奥さんに対してもそうだと思うんです。いつもじゃなくてあのいつもだなと思っても時々って言ってあげるとかね、ちょっとこう自分で私はちょっとできすぎた女房ですからカモフラージュしてあげるとね、きっと奥さんも気持ちよくお仕事ができて、うちのお仕事をね、それからお子さんだってみんな楽しそうだと思うし、特にあの、まあ、外国から要するに日本に来てね、こうやって家庭を持ってやってる奥さんはもうそれだけでもストレスがいっぱいあると思うから、ぜひご主人がそのストレスのクッションになってあげるとすごくうまくいくと思います。よろしくお願いします。でもよく里帰りするんですよ。運んできますな。そうですね。しかしなんですね。さあいちいちそのもう仕事したりとか生活するのにも疲れるのに、家帰って言葉でもまた疲れるというのもこれは大変だと思うんですけども。思いやりで。しかし生島先生いかがでございますか。喋りの専門家としましては。ちょっとあの話が飛びますが、アメリカで、うん、あのブラックマンデーってありましたよね、例の株がボーンと下がった時、あの時やっぱりですね、コンピューターがですね、うん、もうその細かく分けてなくって、うん、危ないと思った時にバッと売っちゃえっていうシグナルを出して、あんなにブラックマンデー下がったんですよ。でね、それ以降ですね、うん、ファジー理論っていうのを導入したんですね、曖昧な曖昧な、ですからアメリカでもこれは少し売れとかね、うん、やや売れ、うん、まあ曖昧の理論なんですけども、こう細かくこう細分化してきたわけです、うん、なるほど。ですからね、こう国際化、まあ日本のキーワードは国際化ですから、そういう意味ではトレンディーなお二人はやっぱりそこでファジー理論を導入してちょっと曖昧にした方が人間関係がスムースにいくんですね。その通り、おっしゃる通りでございます。今やファジーの時代ですからね。ですね、もうファジーに、あまりこう細かく言うとですね、うん、日本のこううるさいおかみさんにニーノさん綺麗なのになっちゃいますから、ちょっと曖昧にした方がうまくいきますよ。日本の良さ、これ曖昧さでございますから、奥さんもあんまりこうね、カルタテルズに頑張っていた。はい、本当。どうしたんですか、師匠。ということでございます。曖昧に言葉を濁しながら。ということでありがとうございます。ありがとうございました。
ソルをどうぞ。キンキンキラ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 ボール、キラキラボールはステンレス。これからは自分のことは自分でするんですよ。わかったママ。キンキンキラキンキン。ステンレスだからキラキラ、森工業のキラキラポール。わあ、いい香り。どうして？お湯物語を入れたからよ。あったまるわよ。牛乳風呂みたい。そうね。ミルク成分配合、お肌しっとり、白い入浴剤、お湯物語、牛乳石鹸から。片手で簡単、トイレの掃除、流せる雑巾、クリーンポイ。掃除の後は流すだけ、トイレの掃除は流せる雑巾、クリーンポイ。新発売。虫がついたら許さない、匂いがついたら許さない。洋服ダンスに無臭だ。アイラブちゃん。はい、今日ご出演の番組のご夫婦にはハワイアンハット賞金10万円かけて思いっきり大賞していただきます。そうでございますね。今週のチャンスは6ですね。そうでございますね。ナンバー6と3です。はい、ミスタークロスプリーズ。この人は本当に立派な体、胸板が厚いですね。プリーズ。Yes. Message. Have I ever asked that I always love you? What's the key? Eh? Then, do so. Hi. Oki sama. Oh. Six. 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 Six.残念でしたね。はい、では次、はい、ブッセさんご報告。ブッセ、はい。はい、ブッセさん、はい、どうぞ。ワイキキで遊びましょう。いいですね、ワイキキはね。観光客ですね。ワイキキで遊びましょう。どうぞ。おれいけ。あー、足りました。4、2、3。6が来ればいいんですけども、おっと3、2、2。あ、さあ、また戻りました。3。1、3、6です。あの、熱海でなくハワイの、海岸を散歩しましょう。熱海の海岸、1、3、6です。はい、ワイキキの1、3、6回っておりますが、さあどうだ。2が見えた、6が見えた、3か1か、2か6。ハワイ。私が投げた。あ、よかったよかった。続いていただきたいですね。ハワイ行きましたね。はい、ニーノさんでございます。どうぞ。ニーノ。あ、そうだ。ニーノ。あ、どうだか。本当綺麗な目なんですよね。もう。ね、お綺麗ですね。ブルーに輝いて。戸田越しに一言。もしも当たったら荷物を最小限にしてください。あ、そうなんですか。いつも多いんですか。7つぐらいです。7つぐらい。それは。持たされる。もちろんです。国際結婚大変ですな。体力いりますよ。あ、国際結婚してんでよかった。はい、7つも本当に持ってます。7つも持ってね。そんなもん。はい、はい、奥さんどうぞ。どうぞ。7つも。はい、お、さあどうだ。六花さんです。おってきた。おお、六。さあさあ。トラドーも荷物を持たされそうですな。そうですね。たくさん持って行ってください。うん、そうですね、はい、当たったら1個だけにしてあげるから。あ、どうしよう。1個にはならないと思う。1個だけでいい。1個にはならないでしょうね。まあ3つぐらいですか。
そう、このぐらいの水。これぐらいの1個ね。はい、行きましょう、どうぞ。1、3、6、さ、やってください。1、3、6です。3、3で止まる。いただきました3組のご夫婦にはですね、出演記念といたしまして10つ目のダイヤモンドを使ってデザインされましたスイートテンダイヤモンドをお持ち帰りいただきたいと思います。10つもの、はい、ダイヤモンドを使います。10つも、10つもじゃないんですね。10つも、つぼに10つも入ってるのかな。10粒、そうでございますね。はい、ありがとうございます。ではまた来週お会いしましょうか。さよなら。今週はホノルルへ来た女性が一度は立ち寄るというシャネルへやってまいりました。では、2年経ったら家族を増やそう、増やそうということになると嫌ですよね。今日は製造計画の週間。世界52カ国の人々に愛されているフランスのチョコレートカンタル。Laissez-vous séduire par Cantalou。フランスで生まれた最高級チョコレート、カンタルー。伝統と歴史の国、イギリス。深いこだわりから選ばれたハイドパーク。愛煙家の方に豊かな香りをお届けします。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ユーローコーヒーネス、緩やかな時間のことです。新しいネスカフェエクセラ。しまくまはいません。セントラルパーク。エスティローダーからあなたの肌へ、フューチャーパーフェクトスキンジェル。若々しい肌の張り、ツヤ、弾力、そのままの美しさを未来の肌へ。透明なジェルで潤いを運びます。フューチャーパーフェクトスキンジェル。心斎橋、京都、神戸の大丸一貫化粧品売り場で。ホット用、アイス用、中身はちょっと違うかな。ホット用。お前らも幹事だろ。見てみなんだよ。ホット用、アイス用、ジャイブハイブレンドは中身をきちんと分けた。今山崎の中華まんの点数券を送るとサイクリングステレオが抽選で当たります。すぐそこの本場もの山崎の中華まん。どうぞ。いくらおじんギャルって言ったって駅でそば食うっていうのもなんだしな。具がたっぷりのハウススープファーム新発売。地球がスキーをくれたスポーツ引力ビクトリア。私はあいつの缶チューハイ、あいつも私の缶チューハイ。清涼アルコール飲料宝缶チューハイピーチ新発売。偽
ギターで動物の鳴き声を奏でたいなんて夢見た男がいた。発想はいつもユニーク。ダイキン。It's a Sony.CPP 配合サントリー鉄骨飲料大きなボトルも新発売。ホンダアスカット FBTI デビューホンダプリモ。世界が私の土俵です。私は0061で勝負します。国際電話のスーパーキャリアへ。この番組は武田薬品の提供でお送りします。悲劇にならないところが私の小説だと思うんですけれど、つまり、幸せになれそうな余韻を残して終わりたいといつも思ってます。だから悲劇をお書きになるのは他の方にお任せして、私はどうしてもやっぱり幸せになってほしいなという祈りを込めながら書いてます。面白いネタないとかって言ってますと、いろいろ一つクエスチョンすると10ぐらい答えが返ってきて、その面白い友達の話とかしてくれるんですね。そこからのネタをいただくっていうことは多々あります。代官山別れ道っていう小説を婦人公論に書いてるんですけれど、そこの主人公はほとんどは一家の過去の話、女の話もなんかやはり賞をいただきたいと思いますね。予定はもう過ぎたんですけど悲しいのでもいい、喜ばしいのでもいい、心は動いておれよ、生々しく考えておれよ。自然の素晴らしい赤をバイオの技術で育てました。生きている色。命ってあったかい。武田です。あなた外国人と友達いる？え、いないの？そんなあなたもこの番組で外国人と友達になれる。西田ひかるをゲストに迎えてお送りするハッピー国際100人中、10月10日午後4時30分放送。東京ディズニーランドがな。東京ディズニーランドが近くなったんだって。こう行けば想像以上に